はい、皆さんこんにちは、アボカドです。今回は来シーズンに再販が来るオーデンを使って遊んでいこうと思います。よろしくお願いします。またこのチャンネルでは来シーズンのリーク情報について解説している動画や概要欄にて LINE スタンプも出しておりますので、興味があればそちらもご覧ください。ではお話に戻ります。火力の高い AR といえば AK-47 に万王やクリグに EM2、 さまざまな火力の高い AR がなる中で、トップクラスで威力の高いのがそうおでんことオーデンです。一発の威力がかなり重たく、距離減衰が入っても大きいダメージが入り、ヘッショへのダメージがマジでえぐいです。なんと緊張者もつけていたら一発100超えも出せるんで本当に優秀です。しかもミシックやった場合、アイアンサイトがドットとなっているんで、通常のレッドドットサイトと違って中心のドットがほとんど動かないんで、めちゃめちゃ当てやすいです。ということで今回のカスタムはこちらになります。マズルとバレルで射程距離と反動軽減をさせており、ストックで打ち合いにも強くするためヒットフリンチと散布回を少なくして、同様にアンダーバレルとリアグリップで反動や散布回を抑えております。モッドや縦反動、精密、そして拡張マガジンです。一発の威力がめちゃめちゃ高いんで、距離減衰が入っててもかなり痛いですし、しっかりと射程距離を伸ばしてるんで、まあそれやったら中遠距離もしっかりと狙えるように精密モッドをつけて当て感を良くしてます。でこのカスタムでもそれでも反動がめちゃめちゃ大きいんで、そこはモッドである程度抑えております。正直長射程モッドは金じゃなければそこそこ遠くまで狙われるんで、まあ、こっちのが体感的に良かったかなと思います。でちょっと話は戻るんですけど、ミシックやった場合アイアンサイトがドットサイトとなってて、通常のレッドソットサイトと違って真ん中のドットが全然動かないんで、めちゃめちゃ当て感もいいですし当てやすいです。中遠距離を狙う時もそうなんですけど、ドットサイトが思いっきりブレると照準が合わせにくく、場合によってはかなり弾丸を外してしまうこともあると思います。結構このゲームには僕あんま課金しないんですけども、おでんはマジで買ってよかったと思います。まあ次のシーズンでも再販がもう決定しているんで、ぜひぜひまだ買ってない方は買うのをおすすめいたします。もちろんミシックのレベルを上げたらさらにかっこいいエフェクトも出るし、ゲームをもっともっと楽しめる幅が増えると思います。しかも通常迷彩のおでんと違って明らかに反動の大きさに違いがありました。まあそのあたりは課金武器やから正直致し方ない部分はあると思うんですけど、基本的に課金武器を持たなく無料の迷彩、まあ、もしくはバトルパスで手に入る迷彩を使っているんですけど、反動の大きさや初期でドットサイトがついているのを考えたらかなりいい感じなんで、まあ、本当にこの武器に至っては課金してもいいと思いました。Half of the teams are eliminated. The revive flight will arrive in 1 minute. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. The revive flight will arrive in 1 minute.
chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Be careful, the poltergeist is active.いい感じに勝てました。ちょっとキル数は少なかったんですけど、一発の威力がマジで重すぎるオーデンは時計がめちゃめちゃエグいし、再販も来るんで、まだ入手してない方々はぜひ購入を打診してください。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価にコメント、Twitter フォローお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。